はいどうも、こんにちは、えー。今日は測定筋群の理学療法というところでやっていきたいと思います。えー、まず測定の、測定筋の層ですね。えー、主に見えるものを、まあ、私の主観なんですけども、大体主に見えるもので、えー、第一層、第二層というふうに分けていきたいと思います。まず一番上の第一層が測定腱膜ですね。 で第2層に見えるのが小子外転筋、短子屈筋、母子外転筋になります。そして第3層が足底筋、長子屈筋、長母子屈筋、中腰筋になります。ちなみに足底筋は少し前方の方へ行くと、長子屈筋についていきます。4層に関しては、超足底じ帯、短母子屈筋、母子内転筋、骨幹筋、短小子屈筋、 小肢対立筋あたりになりますこの層4層が一番深いところになりますし小肢対立筋なんかは、えー、見た目には一番深いところにいますそして、えー、ま一、あ、つずつ筋肉をやっていきたいと思いますまず母子外転筋なんですけども走行は小骨内側あ骨隆起内側と中上骨素面から出て、えー、内側手指骨を介して母指季節骨製につきます 作用としましては母子中足施設間関節の屈曲と外転身長は、えー、単純に母子を伸展内転しましょう、えー、短母子屈筋なんですけども、えー、立甲骨外側血腸骨超側底じ帯から出て内外側の朱子骨を介して母子季節骨腺についていきます作用としましては母子中足施設間関節の屈曲 えー、身長としては、えー、この筋肉の走行に沿って進展していくとうまく伸ばせるかなと思います、えー、母子内転筋なんですけども、えー、斜頭と横頭がありまして斜頭は超側底人体帯外側血腸骨第2第3中足骨底から出ていきますそして横頭は、えー、第2から第5中足骨頭の関節法人体帯から出て 外側手指骨と母子固定につにいいていきます。作用としましては斜頭が母子中足施設間関節の内転と屈曲応答繊維が母子中足施設間関節の内転になります伸長との方法としましては斜頭が筋の走行に沿って進展外転していくと。 応答に関しては、第一中足骨頭に対して、第二から第五中足骨頭を引き離していくようなイメージで伸ばしていくといいかなと思います。短子腹筋なんですけども、小骨、隆筋、側底面の内側半分から出て,出ていて、第二から第五肢の中足中節骨底につきます。 作用としては第2から第5子の屈曲、えー、前側部横アーチを保持する働きがあります身長としましては第2から第5子を進展していきましょう小、えー、子外転筋は小骨隆起の外側突起と側底面そして第5中側骨粗面から出ていって第5中第5側子の、えー 第5指の季節骨点についていきます。作用としてしましては、小指の中足施設間関節の低屈外転、そして縦足の保持になります。身長としましては、小指を心転内転していきましょう。 筋力トレーニングとしてましては足関節低屈位で即死の屈曲運動をすることによって、えー、長母腫屈筋であるとか長腫屈筋そのような長い筋肉の影響を低屈にすることによって影響を排除することができます、えー、また少子外転筋がです、ね、効率的に収縮することによってその小子外転筋の上を走る腓骨筋群の、えー、収縮を効率化させることができます まあえー、上を走るのは腸腓骨筋ですね。腸腓骨筋の収縮を効率化させることができるというところになります、えー。測定筋群の歩行時の働きとしましては、特に測定筋が内側縦アーチの形成と転がり運動の制御を助けています。そして即死は推進機能を担っています。えー、今日は簡単ですが、これで終わりたいと思います。 以上です。